ちは赤ちゃんです。今日はちょっとねピークに家が汚いんですけど、年末ということもありお家を大掃除したいと思います。大変だこりゃ。近日中に引っ越すことを知ってる人は知ってるかもしれないですけど、一応お家の予定は 2LDK にしようかなと思います。ちょっと見てもらったら分かる通り、今 1K のお家なんですけど、無理ですね 1K のお家。 YouTube やってるとね、荷物の量がね圧倒的に一人暮らしじゃないんですよ。このお家来る時にチェヌさんとかにねお手伝いしてもらったんですけど、もう荷物の量が家族の荷物の量って言われちゃってさ、本当にめっちゃあるので、今日は断捨離もします。断捨離、一気に物を捨てます。いや、そうしないとね無理ですね。でちょっとマネージャーさんにも協力していただいて、物を捨てるだけじゃなく視聴者さんの皆さんにもプレゼントしたいと思ってるので、そのプレゼントの動画はちょっと応募フォームとかいろいろあるので、また後日プレゼント動画としてもう一度改めて紹介してやるので、その動画はねまたお楽しみにお待ちくださいという感じで、今日は断捨離ですね、やっていきます。ちょうど引っ越すからね、今後も物は増え続けちゃうので極力捨てていきます。可愛いものすぐに集めちゃうので、無心になることが大切ですね。無心、もう無心。これはクリスマスの時つけようと思ったんですけど、耳が折れちゃったやつですね。新品なんですけど、こんな感じで使えなかったので、あー、こういうのも捨てるのほんともったいないと思っちゃうタイプなんですけど、そうしてるからこそ物に溢れちゃうんですよね、きっと。いや、一番心苦しいのはね、ぬいぐるみなんですよ。でもね、視聴者さんプレゼントと思えば、気持ちも少しは和らぐんですよね。僕の大切なぬいぐるみが、視聴者さんの元へ届くと思えば、思い出深いけど、そんなこと言ってるとぬいぐるみ一つも手放せなくなっちゃう。いやー、この子は特に、一旦保留、ここで保留するのちょっとどうなのかって思うんですけど、これちょっと新品に近いので、これはね視聴者さんプレゼント。いやー、チップとデールですよね。これぐらいは家にいていいんじゃないかな、新居ねえ。これぐらいはいていいよね、きっと。このセットが可愛いからさ。いや、もうすでにちょっとチップとデールのぬいぐるみ3つなんですけど、ブランダー、ブランダー僕本当に推しキャラなんですけど、バイバイブランダー。いや、無理だ、僕に断捨離はできない。視聴者さんに届くからね、ドリン聞かせるよ。え、待って、ニモやだ。おっきいニモ一つしかいないんだ。でもそんなこと言ってると、ほんとにぬいぐるみ捨てれないんだけど。ちょっと保留。まあ、ここに関しては小さいので、これはもうね、いいですね。これはね、多分視聴者さんより僕の方が使える、この帽子。なんでかっていうと、動画で被りやすいから。こういう系はね、取っとこうと思います。サンタ帽とかさ、シーズンもの、もったいないけど、来年の12月まで使わないから、捨てます。そういう気持ちにならないと物は減らないと思うんですよ。こっちは動画で登場したこうやって泳ぐにもプレゼント。このにも超可愛いんですよね。これもプレゼント。全然ゴミってわけじゃないんですけど、大きな袋がないので、まあ、新品のゴミ袋なので、ここに入れさせていただきます。全然ゴミってわけじゃないですよ。これはみんなにプレゼントします。あー、かわいいよ、ボブ。いってらっしゃい、視聴者さんのもとへ。フランダー。昔僕がシーンに行った時にこの子って選んだ子なんですよ。ずっと一緒なんですけど、お別れの時が来ました。ダメだ、この動画。ダメだ。心苦しすぎる。こちら、もう当選済みのものなんですけど、発送ができてなかったので発送します。サイン付きのやつですね。このタイミングで送らせていただきます。遅くなってすみません。かなり遅くなったので、今回のプレゼントの中では豪華なものにさせていただきます。すみません。ああ、アメリカで買ったやつが出てきた。こういうスライムキットとか。もうね、日本でエルマーズグルー買えちゃうので、こういうのね、スライムキットもプレゼントします。スライム好きな視聴者さんも多いので、アメリカで買ったやつ。これはもうアメリカとかでしか買えないね。これも、ラーメンのやつですね。この子はお気に入りなのでキープ。ほんと大好き。だいぶなくなったよ、ものが。次、こっち側行きます。買ったけど動画にしなかったスライムとスクイーズが大量にあります。だから袋から開けてない新品のものもあるので、これはぜひ皆さんにプレゼントします。もうこ
これがショック。僕がね一押しのすごく美味しいチョコレート紹介したんですよね。クッキーすごいハマってたと思うんですけど、もう甘いもの禁止生活になっちゃったのでね。あーせっかく美味しいクッキー巡り会えたのに。こんなに大量のお菓子没収です。これは全部つむちゃんが食べます。まあ引っ越しパーティーとかでお友達来た時にみんなで食べましょう。みんなすごいの出てきたよ。じゃじゃん、これもねプレゼントします。入りきれなくなっちゃった。ついにもの無くなってきた。すごい無くなるもんですね。ここまで来ると、まあ、僕の場合は視聴者さんにプレゼントするっていう気持ちもあるのが大きいんですけど、かなり最初ほど手放すことに抵抗はなくなりました。だから皆さんだとリサイクルショップに出すみたいな感覚だとちょっとお金になると思うので、そういう気持ちだと捨てれるのかな。僕はちょっとね視聴者さんプレゼントがいいな。せっかくならそっちの方が気持ちが嬉しいのでそうします。だいぶね気持ちを切り替えてきてるよ僕。こちらが視聴者さんプレゼントですね。まだ増えると思うので縛ってないんですけど、今のところ1袋2袋3、4袋にスライムスクイーズ類がたっぷり入ってます。そしてこっちが僕のキープですね。まあ、そう思うとかなり少なくなったんじゃないかなって思います。まあ、プラスアルがちょっとねこのベッドの上に、まあ、これももう一回最終選別かな。最終審査の結果、この子は手放すことになりました。こうやって編集したりスマホいじったりしてると楽です。ごくデールも推しキャラだったんですけど、デールのぬいぐるみが多すぎるのでこの子は手放します。なので視聴者さんのところに行きます。よろしくお願いします。はい、だいぶ綺麗になりました。かなりここ物だらけだったんですけど、まあこのワンコとヨギボを置いてこのスペースの確保具合なのでかなりスッキリしましたね。っていうかもうこの机の上もすごかったですし、そしてこっちかなり山積みにはなってるんですけど、ここのもの箱詰めで持っていくものとプレゼントするものなのでほぼほぼなくなるような感じなので、もうないのと一緒なので、そう思うとかなり整頓できたんじゃないかなって思います。っていう感じで40リットルの袋5袋分も断捨離できたし、残りのこのお部屋で撮るものも気持ちよく撮影できるんじゃないかなって思います。ちょっとねこっち側が引っ越しになるとね段ボール積んでいくので、まあ、そんな感じのイメージで半分物だらけなんですけど、仕分けもできてかなりスッキリできました。引っ越しもだいぶ楽になったんじゃないかなって思います。皆さんも年末になると忙しいと思うんですけど、年越し気持ちよく迎えられると思うので、よければぜひお掃除とか断捨離もね思い切ってやってみるといいんじゃないかなって思います。お部屋も気持ちもスッキリしたのでちょっと心苦しかったんですけど、いい判断だったんじゃないかなって思います。まあ、視聴者さんに届くと思ったら嬉しいですね。まあそちらのプレゼント企画はいつやるかわかんないんですけど、また動画にするので楽しみにしててください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。